みなとみらい地区にあるこちらの地下に巨大なタンクは埋められています。普段は水が入っていますが、現在は抜かれていて中は真っ暗です。初めて公開されたのは、災害に備えて横浜市中区に埋められた給水タンクです。容量は国内最大級のおよそ1300立方メートルで、近くに埋められた他の3基と合わせると150万人の1日分に相当する量の飲料水を蓄えることができます。この給水タンクは通常は水道管の一部として使われています。